2023年のプロ野球も各チーム残り試合10試合弱。セ・リーグは阪神が14日に18年ぶり6回目の優勝。パ・リーグはオリックスが20日に本拠地でリーグ3連覇を決めた。2023年のペナントレースが関西2球団の優勝で幕を閉じようとしているが、歓喜に包まれた2球団の中にも、いまだに一軍出場のない有力選手たちがいる。 成績は21日時点、写真、右腕が元アイドルと電撃結婚夫人と肩を寄せデレデレする熱々ツーショット半身では、ドラフト1位入団の30歳、高山俊外野手が出番に恵まれていない。2軍では86試合で打率、245、9本塁打を記録している。2016年新人王に輝いた男に、残り試合で出番は訪れるだろうか。 昨季オフ、トレードで日本ハムから阪神へ移籍した高浜裕二内野手も未出場だ。2軍でも打率1割台と目立つ数字は残せておらず、昇格がない状況が続いている。今季の阪神は、二塁コンバートの中野に加え、木並や小畑らが遊撃手のポジションで存在感を示しており、昨季86試合に出場した山本康弘内野手も1軍の出場機会がない。 4年目だった2016年に122試合に出場して一を獲得したかに見えた北条文也内野手もまた年齢出場試合は減少今期はファームで72試合出場し打率240と2軍暮らしが続いている怪我による離脱がなければというのが高橋春人投手だ6月に左尺骨短縮術及び左肩関節強師クリーニング術を受け 必ずマウンドに戻ってくるとコメントした左腕の復帰はファンにとっても待ち遠しいだろう。作季支配下登録され、ブルペンを支えた遅咲きの左腕も未出場が続く。渡辺優太投手は戦力外、育成契約から這い上がり、作季は32試合登板で3勝1敗10ホールド、防御率2.45の好成績を収めたが、 今季は2軍でも29試合で防御率4.18。一軍ブルペン陣は岩崎や岩貞に加え、今季は島本、及川、桐敷ら左腕が揃っており、なかなか出番がないのが現状だ。一方、オリックスでは昨年7月に中日からトレードで移籍してきた31歳の石岡良太内野手の出場がない。昨季は 遺跡後初スタメンの試合でお立ち台に上がる活躍を見せるも、それ以降は振るわず。今季は2軍でも打率217、本塁打0本にとどまっている。現在、阪神は20人、オリックスは9人の支配下選手が1軍未出場だ。この人数の差は、今季も1、2軍の選手を頻繁に入れ替えてどんどん選手を起用した中島監督の起用法が現れているのだろう。 栄光の裏で苦渋を舐める選手たち今後彼らに出番は訪れるのだろうか